一番兄さんでございます。お願いします。ありがとうございます。おはようございます。こんにちは。あ、こんばんは。工業高校入ったんですけど、大阪でスーツしかない川に入ったんですけど、はい、2日で、あ、これちゃうなと思って、松本太郎で有名な話何やっても面白ないな。喫茶店でアルバイトやって、はい、サッカーの先生がいて、来てあって、はい、ちょっと吉本言うてくれませんかねって言ったら、今世の中舐めてんのかな?3人バラバラに言えられて、はい、もう3年ぐらい会えへんねん。そういうのって言っても、もう1人辞めて2人。20年。うわ、すごい、ね、!20 年その辺の数字は辻元君に聞いたら一番良かった。辻元さん絶対見合うと思いますよ、ほんで。だから3人がすごい、みんな違ってたから、石田も全部アバウトやから、常に集まってたっけどね。あれ、あの話はほんまですよ。その3人でやってた時って、ほんまにもう夜中ぐらいまでずーっと3人打ち合わせ、残って楽屋でやってやったっていうのは。へぇー。飲みに行ったりとかもあるけどね。あ、飲みたりもしてたんですか。飲みに行って、話したりとかしてて。へー。そうなんですね。もう徹夜して受けへん時があって、徹夜して徹夜受けへんなあれって、どうしたいどうしたいねんって、はい、うわすごいな。でも舞台開くでもどうしようって、あ、そこまでギリギリまで考えて、うん、でその時梅田もあったから、僕梅田も掛け持ちやって、初日で、あ、はい、どうしようどうしようと思い、異常に受けたりとかする、はい、こんなんええねん、すごいですね。だからそこからなんか仕事のもの、はい、なんか作り方、新規の作り方っていうのは大体分かってきたみたいな、はい、あ、あ、そこでも手伝って、新しいも少々じゃなくて、はい、従来あるものを若いやつだったら若く見えるんで、ああ、その辺の、はい、まあ、無理せんでええねやと思う。全く新しいものなんかやったって歴史あるもん、それね、維持ってもしゃあないわ。すごいですね。そう、気ぃついたらね、長すぎたわ。長すぎた、うん、確かに飲み連れてもらったりした時、まあ、だいぶ前の話ですけど、もうええわとか言われましたもんね、ご座長。いや、長いわ。長い、なんか下の方が上がってこられへんやんと思って。ああ、いや、僕らからしてもありがたいですもんね。俺、下やったら意外にせえよと思ったら下やったらいつまで怒るんやろって思うけどね。ああ、なるほど、うん。ちょっともう一つお聞きしたいことがあるんですけども、はい、若手とか、まあ、見てくれたりしてるんで、僕のチャンネルとか若手とかに向けて、やっぱりそのお芝居をっていうのは第一にですかね。あ、若手をまずどうして、まあ、毎年のように今入ってきたり、うんうん、今ちょっとコロナの時期なんでストップしてますけど、まあ、オーディションとかは、ね、毎年のように入ってきて、もう100今20人近くね、うん、すごいですね、行ってますけど、若手のコーラとかはやっぱ第一にもお芝居、まあ、もう新喜劇やからね。あ、そうですね、はい、うん、それちゃうかったらちゃうとこ行ったらええやろと思うし、はい、まあどっちでもいけるのは、まあ基礎できたら何でもできるからね。あ、基礎、うん、そうですね、新喜劇の基礎、そう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 、ほんまですね。ちゃんと喋れるとか、まあ、ちゃんと喋れんでもいけるけどね、うちは、はい、その辺が難しいところな。そうですね、その辺のアドバイスが無理やね。そうですね、ほんとに、うちはきっちりやったらええもんでもないから、ね、はい、ほんとに今週内場さんとご一緒させてもらってますけども、舞台上でね、一緒のシーンが多いですけども、ほんまにもうやっぱ対応していかないとダメなので、うん、内場さんがどこで何を言うのかついていこうとか思って、そうですね、適応能力も結構大事ですもんね、正直言って。フットワーク、はい、誰が何言うか分からないですもん。そうです、でも大きい声出すからね、みんな、うん、って黙るよね、みんな。そうですね、それやったら勝ちやねなるほど。でも絶対受けなあかんけど。そうですね、結構怖いです。行くよっていう合図やから、はい、それでってみんな黙ってるとドーン受けな。そうですね、その辺はまあまあ、はい、ただあんまり無理してもね、俺、はい、あんまり背伸びしないからね、無理してもしゃあないな。できんことはできひんので、俺相撲取りの役やりたって無理やし、はい、あ、はいはい、うん、もう100キロのレストランの役をするって無理やから、はい、そうそう、ここしかもこんだけしかないねんから、はい、だからね、その人のキャラに思ったような、うん、そうだな、作ってもらうよ、はい、とダメ、多分。あ、なるほど、うん、作られるとダメだね、こうやれとか、はい、言われたとてアレンジするか、はい、そうですね、うん、で気悪い人もおるけどな、それ言う言うたらちゃうんですよ。あるけど、キャラに応じた基礎大事にして、まあ、そこを探す作業やけどな。そうですね、このタレントなんていうのは、その人間なんていうのは、
はい、いかに残っていくかやな、いろんな人みたいじゃ、ね、僕もだから本当にキャラとかがないので、あ、それこそうちの兄さん、そのアホボンのキャラはもともと役であったんですか？役、そのお芝居のあれであったんですか？一番初めやり始めた時って、一番初めはね、はい、ただ気持ち悪い役をやってくれって言って、はい、ダウンタウンの番組かなんかで、あ、はい、あ、そうなんですか？夕焼けのまっちゃん、はまちゃんかな、はい、5時ぐらいか、5時か5時半ぐらいからやってて、はい、日曜日か土曜日か、はい、ダウンタウンが主役 で、はい、でそこにちゃちゃ入れくる俺なんか、あ、はいはい、で気持ち悪い、なんか花形満みたいな感じで、あ、はぁ、ちょっとキザなやつをちょっとやって、はい、みたいな、はい、その先生が、はい、なんか髪の毛ポン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 ぐーって言って、はい、で、誰々を迎えに来ましただけやって、はい、一行だけで、え、はいはい、で、その参加の先生がちょっと暴れてくれへんって、暴れるって何ですかね、暴れてくれ暴れる、暴れる、うん、どうしたいんかな、はい、で、まあ相手ダウンタウンし絶対まあ平尾やろうと思って、はい、で、なんで俺はここに来たかっていう、なんでこの人を迎えに来たかって、はい、出会いの時こうなんかとか言って、はい、暴れてなんかわーって言って、で、髪の毛あるから、うん、この時やもう気持ち悪いってなって、はい、で番組の時はほんなら一回客席から出てくださいって、もうやめてくれって、絶対言えてって言って、はい、ほんま出てきたらギヤーなって、こう10回みたいになって、うわーって、ふわー抱いたんですね、で、それが4回の後にもなったら、はい、音鳴って前から出るようになって、はい、他の上の方から出てくる、はい、次に逆にギヤーってなる、すげえ、なんなんこれ、はい、っていう感じやって、なんか不思議な、はい、気持ち悪いってなんかああなったから、あ、受け入れられたんかなと思って、はい、まあ、でもダウンタウンの力もあるしね、なるほど、打ち合わせもしなかったから、だから最初1行からですもんね、そうだね、でこれ出てくるで、はい、浜ちゃんまだ暴れんねやろ、まあ、ほんなら、突っ込むわ、みたいな、はい、出ました、はい、で、それだけもう打ち合わせもなしでも、そう、もう、はい、まあ、一応完璧だから、出た、出ました、みたいな、はい、島木師匠が、しげよくやってた、うん、出ました、やりました、はい、はけました、みたいな、そうなんですね、で、そっから新喜劇も、そうやってみようか、みたいなんで、そうやね、なんかあって、はい、で、金持ちのボンボンで、はい、彼女にちゃちゃ入れて取りに来る、はい、何でもお金で解決できるみたいなやつなんで、まあ、それをキザなやつで最初やってたんですけど、はい、ほんで何かマネージャーがなんかセンター分けにしたらどうですかとかって言われて、はい、センター分けな、よくあるパターンかと思って、それが嫌で、はい、いや、いいです、僕普通に七三にしますって言って、はいはい、ってほんで、はい、一番最初の時に、はい、なんか音楽も普通にバーッなってで、はい、スタンバイして出ようと思ったら、はい、進行の子でね、舞台進行の子が、はいはい、スタッフさんが、はい、すいません、あのセカンドバック、これ小道具ですって持ってきて、はい、いや、もう、はいって、このまま出たんやそれでこれ始まったんですか、はい、あ、曲がらなドア閉めて、入り口で、あ、曲がらなって思って、あ、ほんならこっち行こうって、周りが、もうなんじゃこれって、そっから始まったんですか、そう、うわそっからもう全部アドリブになってくるから、どうしようみたいな、すごいパスですね、それは、ある意味進行の子が、そうそう、あれなかった俺こうなってないです、やってないな、うわすごい、ただ刻みこうやって、はい、ここすごいタイミングですね、それで徐々に固まっていって、そう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 、ものすごい長かったの最初、そうなんですね、うん、好きほどやってたから椅子座るだけでもいろいろやってた見たかったな、それは痛いですね、すごい、あ、そういう風になっていったんですね、アホ本が、うわ、でそれは後々石田がカバン取り出して、もう後から落とし出せない、石田兄さんめちゃくちゃするからさカバン取り上げておい、どないしたいの、俺、はい、力なくそうと思ってあ、そっから始まったんですね、うわ、面白、すごい裏話、格闘技もこれ、はい、どうすんねん、もうバチバチバチ、どうくんねん、どうくんねん、でも落とさなあかんしんとか、いろいろどうパンチ打つねみたいな、どっちが落とすみたいなすんごい駆け引きだったな、うわ、面白いですね、それ、うわ、ありがとうございます、ほんまに
いやもうたくさん喋っていただいてありがとうございます、すみません、ほんまに。またぜひよかったら、はい、出てください、ぜひ、はい、よろしくお願いします。たくさん聞きたいと思いますんで。見ます、これ、ま、ぜひお願いします。ニーナチャンネルで調べたら多分出てくると思うので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに今日のゲストは内場兄さんでございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございます。さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。ニーナ哲郎でございました。